おはようございます。冷蔵庫開けて何作ろっかなって考えてたら、なんと火の魔人に遭遇。なんかね、今日は火を使っちゃダメって条件を出されてしまった。なので火を使わないレシピを3品作っていく。暑かったのでちょっとラッキーってことで、1品目はバジル卵サンドです。耐熱容器に卵を割り入れ、軽くね卵を溶いたらラップをして500ワットレンジで1分半ぐらいチンしていきます。取り出して卵が固くなってたら OK です。さっき軽くしか混ぜてないのは白身も残しておくためです。ある程度箸でほぐしたら、こっからは味付けです。今回は大好きな無印良品のディップソースバジルを使っていきます。これが商品名通り、バジルとねニンニクの旨味がすごいんです。ただね、高くていっぱいは使えないので、ちゃんとマヨネーズも入れていきます。いつもだったらいろんな調味料を入れていくけど、今回はこれだけで十分。パンにのせる時もこの卵のゴロゴロ感が最高です。美味しさアップのためにもチーズも乗っけちゃいます。あとは厚めのパンでサンドして、崩れないように慎重にカットすれば、美味しい卵サンドの完成です。2品目はチンゲンサイのナムルを作っていく。洗ったチンゲンサイを5センチ幅にカットしていく。大きいチンゲンサイを使うと茎の部分がね太いので、こうやって食べやすいサイズに最初にカットしておきます。チンゲンサイもカットが完了したらラップをしてレンジでチンをしていく。時間はだいたい500ワットで2分半くらい。温め終わったら水気を切ってじゃんじゃん味付けをしていきます。全体にしっかりと味がなじむように混ぜたらナムルの完成です。最後3品目はトマトの生姜めんつゆあえを作っていきます。トマトは最初にヘタを切り抜く方法もあるけど、こうやって4等分に切った後に最後ヘタをカットする方がかなり簡単な気がします。サイズ的には食べやすいサイズ、ブロック状ぐらいがいいかもね。カットしたトマトをボウルに入れて、味付けはおかかと生姜、めんつゆをかけるだけってすっごくシンプル。急いでる朝にはもってこいの一品です。最後はお皿にきれいに盛り付けて、じゃじゃーん、火を使わない朝ごはんの完成です。ゴールデンウィーク1日目から最高の気分。みんなも簡単だから作ってみてね。ご視聴ありがとうございます。今日の料理もいかがだったでしょうか。僕のチャンネルではこういう美味しい料理を作ってご紹介をいっぱいしてます。もっといろんなのあるんなら見てみたいって人は右のチャンネルボタンをクリック。それではグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに。またね。